はい、じゃあ、四国の章終わったんで、次この武田の章をクリアして出てきた徳川の章をやりたいと思います。ちなみに今回から音量ちょっといじってます。徳川の章4つあるね。1つ目、スタート。星は空いたの。外で蹴まりたいの。蹴まりたいの。のマロだの。この雨ではとてもしばしご辛抱。うん、わあ、わあ、わあ、大変なことになった。マロ大丈夫？マロ、マロ、マロ、マロが。マロを殺すか、家康。え？な、何この人？天下を取ろうとな。マロが。雷に打たれて性格が変わったぞ。当主とは重き役目、人を欺き滅ぼしてでも生きて家を残さねばならぬ。本当にさっきのマロか。蹴鞠たいのって言ってた。あろうか、蹴鞠をする覚悟はあろうか。あれ、マロ猿みたい。落ちたの。マロ、さて、マイドかんの。マロ、マロちょっとかわいい。鼻歌歌ってるし。なんだったんだ今のは。三河の弱小大名である徳川家康は近隣の大大名今川義元への従属を余儀なくされていた。蹴鞠で義元が天下に号令するために上洛の軍を起こすと、まあ、テレビを見ている人はきっと従うより術はなかった。全然聞いてなかった。何でしょう。上洛軍は順調に東海道を清進し、織田家が治める尾張に差し掛かり、織田は小勢、率いるはうつけとして知られる織田信長。今川軍の勝利は誰の目にも明らかであった。だが幼き頃の信長を知る家康は一人警戒していた。そして彼の予感は的中することとなる。さあ今週も始まったよ。マロかっこいい。織田信長。徳川の将。徳川の将。桶狭間の戦い。桶狭間の戦い。おーっと、ね、どうしようかな。あ、この人めちゃめちゃ倒したな。服部半蔵かっこよさそう。あ、このおっさんはめっちゃ強い人だ。どうしようかな。まずは徳川家康とおっさんコンビにする。おっさんコンビにしようか。とりあえず裸勝が中払いせん。ちょっと濃いメンバーでいこうかな。身支度で、これ新しい馬を買ったんでこっちを使ってみよう。白馬で、道具はまあいいや。武器よし、戦闘開始。雨が降ってる。おお、すごいね。ランス使い。頼みたいの。
とりあえず武将発見したな。ちなみに白馬の方がね、今まで使ってた馬より足が速い。ミッション、護衛せよ。大鷹城ってどこだ。馬馬、よし急げ。この馬なら間に合うはずだ。いたいたいた、おりゃ、どけ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 。これさ、片方だけ守ってたらもう片方手薄になっちゃうの。邪魔だ邪魔。先に、よし、よし、敵将を倒した。で、詰め将乗っ取った。邪魔だ邪魔邪魔。開門、急げ急げ。どこまで護衛するんだろう、この人。お見事にござった。お見事にござった。あ、2人目来てるな。1人目はいたいたいた。早い早い、先進むの早いよ。ちょっとタンマ、ちょっとタンマしよう。ちょっと、よし、これで2人一気に。来た来た来た。この敵将は倒しとこ。ほら、あれ、これもしかしてこいつら私についてきてる。痛い、やめろ、手を出すんじゃない。よーし、レベルアップ。あれ、また来てる。なまっちゃった。また来てる。素晴らしい、やめろ、手を出すんじゃない。急げ急げ。よーし、倒した。どきなさい、どきなさい。ここは引かせてもらうわ。よーし、2人とも頑張って。やめなさい。よし、先に行ってちょっと道を切り開いとこ。どけー、邪魔だ邪魔邪魔、君たち邪魔です。よし、二人とも行ったな。これはいける、これはいけるぞ。よーし、ここがゴールか。二人目到達、成功成功。大人を無事に果たし、うまうまうま、こーい。吉本様も喜んでくださる。で、あとはどうするんだ。織田の先手、とりあえずこっち進むか。きっちり潰しておくな、おくな。あっちか。じゃあ切り替え。よーし、俺が切り込みに行くぜ。服部小平太、参らん、いざ参らん。このおじさんは強いんだぞ。せいせいせい。弱いな、話にならん。よし、詰め所を取っとこ。詰め所頭を取っといて。うま、こい、うま、行くぞ、白行くぞ。よし、もう一人、いた、服部小平太。いざ戦わんで向こうがいた。ちょっと奥義を見たいんで。おりゃおりゃ、目立ためよ。いきなりすみません、
イエーイ必殺技。なんか自己紹介されてるけど、まあいいや。イエーイ倒した。ごめんなさい。撃破うま。我に挑むとは勇敢なショーだった。すごいいい声して、大塚さんかなこれ。あっぱれじゃの、褒めて使わすの、嬉しいの。あれ急に真っ赤になった。よしもと散り果てよ。こっちかな、もしかして。しまった。今まで野田勢は陽動、野田主力は密かに本陣の裏に回っていたか。こっち、こっちから行けない。家康殿、家康殿はいつこかの、はよおまろを助けてほしいな。今向かってる。開門開門開門。どこが開門したの。徳川家康さん、マジっすか。徳川家康の方だってさ、すぐに参ります。すぐに参ります。スピード重視のこの白馬ちゃん、白馬ちゃんならきっと間に合うはずだ。主の背を守る。こっちだ、こっち。そ、遠いぞ遠いぞこれ。30秒経過。失敗だ失敗、間に合わないよこれ。マロさん、マロさん弱すぎる。吉本様、徳川は一体どうなるのだ。そんな、今こそ吉本様の恩に応える時。今着いたぞ。敗北条件変更。まずは今川本陣に。よし敵将倒すぞ。味方を救わん。そう、間に合わなかったか。あ、ここね。必殺技じゃーい。この戦も苦労をかける。くらえ。大国と接する我らの宿命と思い耐えてくれ。どう。拙者は今川のためでも織田のためでも。イエーイ倒した。己のために槍を振るうのでござる。己の不妙理につきこそせ。これで成功かな。感じません。旗兵でも倒しとこう。馬撃破。打ち取ったり、打ち取ったり。これでどうしようかな。開門開門。あそこが開門したのか。とりあえずこのおじさんで上に向かおう。こっちから行くか。よし、ここだな多分次。前田刑事を撃つ。よし、前田刑事だな。ガード崩しからの必殺技。くらえ無双奥義。どんどんメテオ。このナルビジを落とせ。一番手が。よし、あともうちょっと。イエーイイエーイ。旗兵殺そう。目の前の敵を撃て。目の前の敵を撃つ。よし、こっちかな。ミッション、あっちか。どうしようかな。
切り替え、一歩一歩行くぞ、こうして歩み行こうぞ、今度こそ間に合ってやる。開門、開門、こっちか。まだ危機に陥っている味方がおる、できる限り救い出し、いたいたいた。家康さん、優しくて強い人なんですね。来た、ターゲット2人もいる。無双奥義、せいやレベルアップ、もう一回できるな。無双奥義、ガード崩しからの必殺技、これでいけるはずだ。ドン、イエーイ、位置も行く。お姉様、よし、馬、まだ繊維のある敵もいるみたいですから。でこのままこっち向かうか、とりあえず。しかし空いてない。敵将、我が年次の記憶に留め。多分ね、こっちかな、こっちの奥っぽいよね。急ぎ本国に戻られるべきかと。こいつ倒したこ、信長殿と会わねばならぬ、信長殿に会わねばならぬ。まだ引くわけにはいかぬのだ。ほらほらほら、よし、規定か。よーし、敵将撃った。これでこっち行って、こっち、まだこれほどの兵を、門が開いてない。討ち死に覚悟で挑むよりない。吉本の敵討ちに来たんだ。残念じゃが、信長様はわしが守っとる。瞑想してる。勝利条件変更、変更。とりあえずこの助けを求める者あらば全力で救うまで。敵将を撃っとこ。作り内の敵を撃ち、敵討ちの将を助けるのだ。よーし、倒した。馬、これは切り替え。この戦わずにお任せあれ。よーし、お前を倒せば OK だ。敵将、我が年次の記憶に留め。このランスを食らえ。よし、倒した。ウルは何だか。敵将、打ち取ったり、打ち取ったり。あ、昼の続きです。ていうかまた棒読みちゃんが来る。何の苦労もなくここまで来たわ。本当にエロい戦ね。次は濃姫か。なんと、この城にまで織田の手が。なんと、撤退してる。よし、ちょっと切り替え。こっちだな。よし、大将取るぞ。いたいた。このおっさんは強いんだぞ、なめんなよ。必殺技じゃない、無双奥義。これぞ無双、強い。イエーイ。あともうちょっと、あと一発ぐらいかな。よーし、倒した。これでここが開いたか。徳川家康、参る。徳川家康勝利。勝ったけどさ、マロ死んじゃった。
レベルアップ。ヤドリギア燃えた。家康、久しいな。織田信長。織田の人質となって以来でございますか。ですが、今は急行を温める時ではござらぬ。ござらぬ。恩義がため、義元の仇を討つか。変わらぬな、家康。マロ。マロが死んじゃったからな。無価値。マロは無価値。びっくりしたわ。ウヌの宿りには燃え尽きた。さて、どうする？どうする？どうする？俺。動けなんだ。信長殿の視線が、言葉が、我が身に突き刺さって、宿り木は燃えた。我らは、徳川は、これからどうなってしまうのか。どうなってしまうんだ。あ、来た、強いおじさん。服部半蔵。ただ殿にお仕えするのも。いい声だな。本当いい声だ。半蔵、ただ勝つ。殿、氏真殿は義元殿の器に遠く及ばず。今川家は衰退の一途をたどりましょう。今川を捨てよと申すのか。できぬ。主家を裏切ることなど。甘い。それでこそ殿。だがこれからは厳しき道を歩んでもらわねばならん。ここが少ないね。おじさん勢が多いよね、徳川ね。こう言って生き残る道。人畜無害な氏真様じゃ遠州は収まらない。私たちいい家も戦乱に巻き込まれちゃう。と言って逆らっては弱小いい家は潰されちゃう。八方塞がり。いったったった。胃の痛い。ストレスは良くないよ。胃に。いたたた。お前もか。胃が痛い。おお、これは直虎殿。いや、恥ずかしい姿をお見せした。徳川の行く末を案じておったら胃が痛うなって。義元様という大樹が消え、今川が危うい今、進むべき道はどこにあるのか。おや、直虎殿も胃に痛みを。ならばこの薬を飲まれると良いですぞ。胃腸薬。すみません、ありがたくいただきます。なおちゃん頑張って。苦い。漢方薬かな。なーに、そんなはずは。どれ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 。味に苦い。まあ療薬は口に逃がしと申すゆえ。これはきっとこの薬は漢方だな。漢方。でもだいぶ楽になりました。あ、ありがとうございます。何の。これで奈央ちゃんと家康が仲良くなったとか。同じ悩みを抱えておいでか。お互いどんな道を歩むにせよ、いいおじさんじゃないか。家臣やその家族が幸せになる道を歩みたいものですな。そうですな。そうだよな。私が悩んでいたのを見て励ましに来てくれたんだ。優しい方だな。これで奈央ちゃんとおじさんの絆が。そういえば、飯尾家のおたずちゃんが言ってたっけ。おたずちゃん。東海にあって家康さんこそ天下人の器だって。セーブ。さあ1個目終わったんで次2つ目。